スニカマイシンは UDP ヘプナックポリプリノール P ヘプナックマイナス 1P トランスフェラーゼファミリーの酵素を阻害するヌクレオシド系抗成物質の同族体の混合物である1971年にストレプトマイセスリッスーペリフェクスから単離され1977年に構造を決定された深生物では糖タンパク質の合成の最初の段階で UDPN アセチルグルコサミンから N アセチルグルコサミン -1 リン酸をドリコールリン酸へ転移するのを触媒する酵素である N アセチルグルコサミンリン酸転移酵素がこのファミリーに含まれる。ツニカマイシンは N 結合型グリコシル化を防ぎ、ツニカマイシンで処理されたヒトバイ細胞は G1 期で細胞周期が停止する。ツニカマイシンは 生物学の実験ツールとして、小胞体ストレスを誘導するためなどに利用される。ツニカマイシンは、ストレプトマイセスクリバライジェラスやストレプトマイセス、リススーベリフェクスなどのいくつかの細菌によって、産生される。ツニカマイシンの同族体は、連結された脂肪酸即差に応じて様々な分子量を持つ。ツニカマイシンの生合成は、 ストリプトマイセスシャルトリューシーズで研究されており、推定性合成経路が特定されている。この細菌は、ツニカマイシンの合成のために、ツン遺伝子クラスターの構素を利用する。ツナは、開始ユニットであるウリジンにリン酸 N、アセチルグルコサミンを利用して6位のヒドロキシル元の脱水反応を触媒する。まず、 ツナのチロシン残機が4位のヒドロキシル元から水素を引き抜き、その位置にケトンが形成される。その後、などによって4位の炭素からヒドリゾが引き抜かれ、などが形成される。ケトンはチロシン残機と金傍のスレオニン残機との水素結合によって安定化される。その後、グルタミン酸残機が5位の炭素からプロトンを引き抜き、5位と6位の炭素の間に二重結合が形成される。 金棒のシステイン残機が6位のヒドロキシル元にプロトンを供与し、水分子となって脱離する。などは4位の炭素にヒドリドを供与し、その部位にヒドロキシドが再形成されて UDP-6 でオキマイナス5、6エエグルクナックとなる。その後、炭フによるエピマー化によって4位のヒドロキシル元がイコートリアルからアキシャ類に変化し、 UDP-6 で起死 -5,6N がルナックとなる。次ニカマイシンの他の開始ユニットは、ウリジン酸リン酸から産生されるウリジンである。トンはヌクレオシドジホスファターゼで、UTP からピロリン酸を除去して、ウリジン1リン酸を形成するのを触媒する。最後のリン酸元は、モノホスファターゼと推定される、トンによって除去される。 ウリジンと UDP-6 でオキマイナス5、6エネガルナックが産成されると、タンブは UDP-6 でオキマイナス5、6エネガルナックの6位の炭素の連結を触媒する。タンブは、ウリジンのリボース部分の5位の炭素に、ラジカルを形成するために、S、アデノシルメチオニンを利用する。タンブは、 ブリジンのラジカルと UDP-6 でオキシ -5、6N ガルナックの二重結合電子の一つを用いて、ブリジンの5位の炭素と UDP-6 でオキシ -5、6N ガルナックの6位の炭素の間の新たな結合の形成を触媒すると考えられている。その後、UDP-6 でオキシ -5、6N ガルナックのラジカルは、 サムから水素を引き抜くことで消滅する。結果として形成される分子は UDPN アセチルツニカミンである。その後、トンは UDPN アセチルツニカミンの加水分解を触媒し UDP を有利させる。他の UDP グルクナック分子がもたらされ、単土に触媒されて、グルクナック間に β-1、1グリコシド結合が形成され、UDP 部分は除去される。 その後、常によって UDPN アセチルツニカミン側のグリクナックが脱アセチル化される。タンルと脂肪酸 ACP リガーゼがアシレ輸送タンパク質であるタンクに脂肪酸を付加する。その後、トンクが脂肪酸をアミン部分に手にし、ツニカマイシンが産生される。ありがとうございます。